レオロジーとは物質の変形及び流動一般に関する学問分野である。日本語では流動学とも呼ばれる。レオロジーという用語はヘラクレートスの有名な言葉パンタレー。万物はルテンスルによる造語で、友人ビンガムによる。適用範囲は広く、大きさ的に見れば分子サイズから宇宙サイズまで様々な大きさでの議論がある。 基本的に物体間での作用を議論する学問であるためニュートン力学の範囲で議論される。レオロジーは古典的な男性やニュートン流体など連続体力学の理論をより一般的で複雑な物質へ拡張するものである。蘇生と非ニュートン年生の流体力学という一見、無関係の2分野をいずれの対象も性的並行において、 先端応力に耐えられないという認識で結びつける。この意味で可塑性個体は液体である。レオロジーの課題の一つは測定により変形とストレスの間の関係を実験的に確定することにある。これらの実験技術はレオメトリーとして知られる。レオロジーは工学、地球物理学や生理学への応用においても重要である。レオロジーには以下のような応用がある。 トルクレオメータートルクレオメーターは、熱化素性樹脂、エラストマー、熱硬化性樹脂、添加剤、セラミック、その他素材のトルク変化を記録する装置で、コンネリキや押し出し機を取り付けることにより、高分子材料のレオロジー特性を評価するものである。コンネリキコンネリキは、ベースとギア、取り外し可能なブロック、およびコンネリ用ブレードからなり、ブロックはヒーターで加熱することができる。 押し出し機押し出し機は複数の金属ブロックにより構成されていて各金属ブロックごとにヒーターによる温度制御が可能になっているサンプルはスクリューの刃によって切り刻まれてさらに熱せられ押し出され所定の形状となって出ていく押し出し機出口には T 台ワイヤーコーティング台ガーベ台ロット台ブローフィルム台等が取り付け可能になっている評価項目は 押し出しトルク、サージング、流動特性、バレルダイブでの材料温度変化及び圧力変化、ダイブでの材料粘度、回転数特性などである。ありがとうございます。